練習用土台の作り方。まずは指を用意してリキッドとパウダーでミクスチャーを作ります。固めがいいから一旦ペーパーに置いて余分なリキッドを吸わしたら量を調整して指の真ん中に置いていきます。ミクスチャーは真ん中に寄せて高さとかを調整します。高すぎたり低すぎたりするとしっかりチップがつかないので注意。大きさが大きすぎても取るのがね大変になるので、まあ、これぐらいを目安に作ってください。しっかり乾かしたらミクスチャーの上にジェルまたはグルーを塗布してください。でチップをはめます。色でねしっかり密着してるか確認してください。で長さカットします。カットは先にしてても OK です。でジェルを塗った人はね指で押さえながらライトで硬化してください。グルーの人はねこういうクリップでね挟んで固定していきます。で端っこで留めるとあんまりねくっつかないので NG です。しっかり真ん中でねこのクリップの形と指の形をしっかりね把握してくっつけてください。でちゃんと乾いたらこんな感じでしっかりガッチリね心置きなく練習できる練習用土台の完成です。 YouTube ネイル塾ルミナルでした。